この世界初となる貴重な展覧会がここ大阪で開かれているわけですけれども、息を呑むような美しいドレスポイントを教えていただけますか。そうですね、今回はシャンティーレースが全体に使われていて、すごく全て手で作っている伝統的なレースが全体に使われているのと、あとはこのシルエットがすごくポイントになっているのではないかなと思います。ムッシュ・ディオールが愛した色、グレー、ディオールにとってはすごく特別な色とお聞きして、そのグレーを僕も着させていただいてます。すごくシックでエレガントで、かっこいいなと僕は思っています。ディオールさんとはもう3年の付き合いになるんですけれども、改めてこうしてアンバサダーとして就任させていただいたことをすごく光栄に思いますし、これからもたくさん のディオールの魅力を、仕事でも私生活でもたくさん何でしょう、表現して、一緒に何でしょう、女性の魅力っていうものをこう引き出して、皆さんに広げていけたらいいなと思います。そうですね、私はもう今後ろにあるんですけれども、私が初めてディオールさんのコレクションを見させていただいたのが3年前の2017年の、セースコレクションだったんですけれども、銀座6で目の前でモデルさんが着て歩かれてたこの7体のドレスが本当にその当時も印象的に頭の中に残ってまして、それが改めてこうやって身近というか近くで見ることができてすごく嬉しかったですし、その時の銀座6の屋上でやられた時もこうやって桜が飾られていたんですけど、なんかその当時をこう再現しているような感じで、本当に素敵で美しく日本らしいなと思いました。本当に間近で見るとすごく美しいなというふうに感じていて、本当に職人さんの並ならぬ技術だったりとか努力だったりとか、そういうものをすごく繊細で感じましたし、あとはその日本とのつながり、ディオールと日本とのつながりっていうのもすごく改めてなんかすごい深いものなんだなっていうのを今日見させてもらってすごく感じたので、印象に残りましたね。今回の展覧会はアトリエ職人たちの制作の様子を生でご覧いただけるというのが特徴の一つとなっていますが、実際にいかがだったでしょうか、荒木さん。いや、本当に贅沢なことだなと思いました。私もパリでアトリエにお邪魔させていただいて、間近で職人のもう本当に何でしょう、技を見させていただいたんですけれども、本当に繊細で一つ一つの工程っていうものを繊細に巧みな技術を持って挑んでいらっしゃる職人さんをもう間近で、パリでしかね見れないと思っていたものでなので、もう目に焼き付けて帰ってきたんですけれども、ここでもこう、一部ではありますけれども、そういった繊細な技術っていうのが間近で見れるっていうことで、もう女性としては本当に見逃したくないコーナーだなとも思いましたし、ぜひ見ていただきたいなと思いますね、たくさんの人に。はい、男性目線で、はい、いやもうすごく、もう先ほども言わせてもらいましたけど、美しいなという印象ですね。あと本当にラインとかもそうですけど、女性らしいなっていう、そこがまたそのディオール のドレスの素晴らしさだなと僕は感じましたね。はい、一番大切なのはこう自分らしい自分でいることがすごく大切だと思うので、それぞれ自分らしい自分っていうのが私自身もこう分からなかった時期があったんですけど、なんかこう自分らしい自分を想像して、なんだろう、そこに向かって自分なりのこう、なんでしょう、イメージというか、目標を立ててそこに向かっていくのがすごい大事だと思うんですけど、それが何でしょう、好きなモデルさんでもいいですし、なんかこうなりたいっていう目標がこう明確にあると、そこに向かってこう一生懸命、ジムプロポーションを維持するためにこうジムに行ったりとか、こう自分の意識が変わっていくので、目標を立てるというか明確に、それはすごく大切だなと思いますし、自分自身が本当にやっていることは、毎日鏡の前で自分のボディラインをチェックするっていうのは
気をつけやっていて、なんかそれをすることによって、まあ、なんか少しでもこうウエストとか、あとはなんかこうなんでしょう、こう形が変わってきたら自分の中で、あ、そしたらこういう筋力トレーニングをしてみようとか、ちょっと歩いてみようとか、なんかそういったことにつながるので、常に自分の体を見張っているというか、なんかそういってる、そういったことはすごい大切だなと思います。はい、続けることが大切かなと思います。続けることで、まあ、最初の方とかはやっぱりなかなか結果が出ないかもしれないですけど、続けることによってそれが大きな力になると思うので、本当に簡単なことでも毎日走ってみるとか、それが最初は少なくてもいいんです。そこから徐々にこう大きく走る距離が多くなったりとか、そうすればなんかこういいのかなと僕は感じてます。はい、仕事とかで人前に立つ時に今ディオールの衣装を着させていただくことが多くて、その度に思うのは、すごくこう体にすごくこうフィットして、すっとこう身が引き締まるし、自分が思うのはやっぱりこう品があってシックでエレガントなところがすごく魅力的だなと思ってます。これからもっともっと勉強して、皆さんにも、しっかりと魅力を伝えていきたいなと思います。はい、やっぱりこう女性らしさっていうものを引き立たせてくれる、見るだけでも、身にまとうだけでも、持つだけでも、自分の魅力っていうものをディオールの力によってこう引き上げてくださる、女性の力っていうものをこうより魅力的に引き出してくださるのが、すごく魅力的なところだなと思います。本当に大阪の皆さんのその素直にこう気持ちを伝えてくださる言葉っていうのはすごく嬉しいので、皆さんにぜひ素直に、そういう言葉を伝えてもらえると嬉しいなと思いますし、まあ、今日こうして大阪に来れたことを本当に嬉しく思ってますし、また、大阪に来る機会があった時はよろしくお願いします。関西の皆様のそういった熱量、本当に誇りを持って、これからもたくさんの声や言葉を伝えていただけるとすごく嬉しいです。